アドミンマップをチェック。エンジンルームに、コックピットに、診療室に、ミーティングに、スナパイガさんがそこ。エンジンルームに、診療所に、エンジンルーム1。クルーだ。頑張っていきましょう。イェイイェイイェイ。もう一個ぐらいできそうだな。バイタルでも見るか。あ、もう死んどる。怖っ。え？死んでる。ピカクロス情報どうぞ。死んでるのか。停電最中にもうすでになくなってました。私が見たのがほぼだから、キルクール明け即ないしは15秒後ぐらいのキルだと思います。私開幕すぐにエレクトリカル行って給電タスクのスイッチ上げてから心電図確認してるんですけど、その時点ではもう死んでて。竹雄さんと右にいたの誰だ。なんか最後こっち向かって走ってきた人いましたね。あ、それ慎太郎です。慎太郎さんか。この2人は多分無理だと思う。現アメネコメヤは無理ですね。そうですね、キッチン脇なんで。はいはい、以上です。はい。あ、高田いいっすか。はい高田アーカイブで単独脇で誰とも死認されてないっす。あやちってなるわな。確実に無理なのがアルマ君が白出ししてる2人は誰だっけ。竹雄さんと慎太郎さんは無理だと思うけど、慎太郎さんの右に死体があったら分かんないですけど、まあ多分ないと思う。あれえ、アルマ君レポートしてんじゃないの。あれ違う、僕はボタンボタンです。はい。まあちなみにだけど俺アーカイブで湧いてでシャワー室はスルーしてるからちょっと分かんないけど、その後メインホールの写真入れるところで終わってて、その間では死体はとりあえず見てないです。うん、スナッパイ貨物分けで多分あと2人ぐらい湧いてなかったっけ。おやおや、あ、ごめん適当言ったわ。じゃあダントスさん湧いてる可能性ないの。あるかもしれない。初手貨物行って金庫やってその後診察室行ったらピカクロスがおって、バイタル前に、うん、で、直前電気室診察室の扉が閉まった時に電気室に誰か動いてる影見えた。うん、それ誰。最終電気室の人。インポスターじゃないですか。インポスターだな。言わないんだね。インポスターかスナパイが虚偽の発言してから2択でしょ、ほぼ。なんでこういう時誰もアドミンを見てないの。確かに間違いないわ。ゲイ。ナイス。はい、なんか3と3一緒に湧いたような記憶がなくもないな。結局だとしたらあれだよね、死んでるとしたらアーカイブ側じゃないですか、スナパイさん。アーカイブ側に行ったなら高田健志がそこでキルしているだろうし、うん、バイタル側に行ったならピカクロスが死にしてるかな。うん、そうだよね。ただ停電最中に私がバイタルの方に抜けてるので、例えばその私が上に行ってる間に抜けられたりとかしたらわからない。ただスナパイさんってあげんです。スナパイさん停電直したりしました。うん、停電中にバイタルに向かった。あ、なるほど。もう診察室の中で停電始まった。うんうん。それさ、ちょっとさっきの話を時間軸を洗いたくてスナパイのやつ。あ、ごめん、嘘ついた。はい、どうぞ。その嘘すげえ気になるけど。あ、泣いちゃった。いや、嘘ならなんか何でもない。多分金庫やっててダイヤル3つ回し終わったぐらいに停電始まったから、これ完了できる喜んだ記憶があった。じゃあずっと金庫をタスクってことですかね。で貨物室でやってたんだけど、停電起きてるのを知ってるけど無視しました。あ、ごめん、嘘っていうのはエレクトリカルの人影は嘘でいい。うんうん、診察室に入った時停電が起こったが嘘。エレクトリカルの人影の話はそれはマジ。上から下に動くだけみたいな。あ、なんかそれからマジだったとして、ピカ君がもうその時バイタルを見てて死んでるんでしょ。うん。俺も見たバイタル一回。なんか診察からエレクトリカルに動いてる影って微妙じゃない？なんかインポスターっぽくなくない？診察からエレクトリカルに動く影ではなく、エレクトリカルの中を上から下に動く影で。ああ、なるほど。そのからあり得るか。ずっとではないかな。停電起きてから最後までは張り付いてた。え、ちょっと全ての話がスナパイさん起点で始まってるんで、これなんか詰められない気がしますけど。うん、やめとこやめとこって言いながら宝剣士かなって思っちゃってるけど。浮いてるからね。なんとも俺は証言ができない。剣士に対する情報は伸びないし、剣士の情報も伸びないからしょうがないですよ。これ以上絶対じゃない俺からは。しょうがないしょうがない。そう。まあいいんじゃない？しょうがないと思うよ。なんか詰めようにも詰めきれないこのニュアンス、しょうがない。だってもともと心を込めて期待値が不明だからさ、期待値が不明、出現位置も不明ってなってくると恒例のね、いや詰められないよパターンになるから、だからまあこればかりは致し方ないんじゃないかな。心を込めてスナパイさんついてきよる。ダウンロードでバイタルチェック。すでに死んでる。武雄さんが死んでる。武雄さんは死んでる。ここ。あらら。あれ？あら。武雄さんが死んでる。わからん。武雄さん見てない気がするな、多分。武雄さん開幕どこだったんだろう。開幕エンジンだと思う。エンジンっぽいよね。僕宿舎脇で下に行った時に確か見た、まあ最初手なんでちょっと情報になるかわかんないですけど、最初手エンジンで見てます。武雄さん多分左に行った気がする。で高田さんも一緒に湧いてた気がする。俺は宿舎で湧いて、金庫、一応名役、あ、違うか、アルマ、メイヤ、高田さん3人では行って、高田さんが金庫室、僕とメイヤさんが下に抜けてった。そうだそうだ、俺宿舎脇だ、そうだそうだそうですそうです。何ですか？メイヤ君の言った左に抜けたっていうのは結構多分正の情報だと思ってて、僕はシャワー室をアーカイブ脇、アーカイブでやってシャワー室降りてメインのタスクをやって、あ、ちげえ、貨物も行ってるな。アメの貨物脇でしたよ。貨物脇か。貨物先でアーカイブ行ってシャワー室行ってメイン通ってエレクトリカルなんだけど見てないから、メイヤ君の左なんじゃないっていうのは多分正しい。メイヤさんがアーカイブからシャワーに入ってくるのは僕タスクやってた時停電中ですけど見えたんで正しいです。ああ、ってことはメイン、シャワー、アーカイブって抜けてったのメイヤさん？最後アーカイブに入ったのは僕かな。最後か、最後にシャワーで一応タオルのタスクはやってるっす。僕がタオル片付けてる時その横通ってたの誰？停電中。あ、アメネコさんじゃないかなそれ。停電中は僕は通ってるけど、僕停電中は立ってるメイヤ君しか目視してない。っていうか下から上だよ。下から上。下から上は僕じゃないな。じゃあそれメイヤ君じゃないじゃん。それ慎太郎さんじゃないですか。どの位置ですか？タオルタスク。あ、僕は電気室からほぼ動いてないんで僕じゃない。動いてないんですか？あ、っていうか電気室で見てる俺。アメネコ、スナパイ、シンタロウ、電気室。めちゃめちゃ長いですね、シンタロウさんって。長いです。なんか、結局、ケイシ怪しくないか。左にいる人。俺がやる場合ってだって。あれ、ピカクロスはスナパイさんに目撃されてるけど、私、アーカイブから、ラウンジの方に抜けてる、停電中。心を込めて。開けて。入ってくれた、ありがとう。メイヤさんとすれ違い、暗室に入っていくアメネコさん。金太郎さんがいる。確かに電気のタスクやってるね。コミュニケーションいっちゃおう。お、今なんか人影が見えた、怖い。なんだろう。金太郎さんだったかな今、治った。アドミンマップをチェック。エンジンルームにコックピットに、診療室、ミーティングに、スナパイガさんがそこ、エンジンルームに、診療所に、エンジンルーム1、発見。これやばい、マジで。何高田圭司が西体作ってます。あれね、8秒18秒ぐらい前にはもうね2人死んでました。アメネコさんとゲンさんが死んでたかな。18秒前まずコミサボ直したのがスナパイなんですけど、その際に、僕はキッチン側から入っていって、エンジン側とコックピット側の扉は全部閉まっている状態だったんですね。はい、で僕が直し終わった時に慎太郎くんも来て、で慎太郎くんと僕が2人でコックピット行ったんですよ。で慎太郎くんが、コックピット先に抜けてエンジンに抜ける扉を開けた瞬間高田健司にキルされて、その慎太郎くんの死体の隣には赤の。アメネコの死体も門番してたってことですか。いやこれねめっちゃ分が悪いな俺が。じゃあ待って、いや分が悪いだって初日のあれで多分俺が浮いちゃってるから。スナパイさん視点って高田さんがアメネコさんを殺してるっていう印象でいいですか。あれでいいですか。どっちも慎太郎君目の前で切る。一応俺の視点言うけど、コミュニケーションの中で西体上がっていて、でスナパイがコミュニケーションの門番をしていて、俺が寄った時にレポートしようと思った段階で、その時一緒に慎太郎と寄っていったんだけど、キルが慎太郎の方に入ってってルートだから。はい、ピカクロスです。コミュニケーション前廊下を確認してるんですけど、そういった死体もなく、私がアドミンマップを確認してる段階で、慎太郎さんが入ってきた後にスナパイさんが入ってきて、慎太郎さんが出ていくってところまで確認してるので。いやー、これじゃあスナピカじゃん。合わせてもう1個。いや、分が悪すぎるこれ。あともう1個です。マジでピカクロスアドミンにいたの？いた。あともう1個、ミーティングに2ついてた、診療所に1ついてたので、おそらくアルマさんが診療所で減産キルしてます。なるほど。診療所？これはスナピカだ。診療所に名屋さんがいるって話で、私診療所に1がついてるの。高田健司投票してます。いやこれはスナピカだ。で明日アルマアイくんですね。アルマアイくん暴れるつもりではボタンを押してないよな私今回。心を込めて心を込めて。あ、やべ。大丈夫だ。これでリポートしてくれたら。あれ、スノパイさんはスノパイさんは間に合うは、ギリギリ間に合うはず。私の死体を発見してくれたら。OK。危な。なんか俺ずっとやってんのにピカさん右行って戻ってきたからどうしたんだろうと思って。戻ってきてないよピカカンさん。どこにしてありました今。いやピカさん一回脱んで戻ってきたんですよ。どこにしてありました今。さあ次行きましょうか。ごめん有馬君に投票しました。明君の言ってることが分かんなくてさ。ピカさん脱んで往復してた。そうピカさんが脱んでなんか戻ってきたんですよこっちで。その後僕が行ったから一回帰って。あ、なるほどね。キルクール考えれば大丈夫だと思ったからピカさん直してと思ったらいやーてかこれ1個前なーくそーごめんなさい。ナイスパイトーン。ごめん、宮さん。いや、申し訳ねえ。いや、でも、ケイシのめっちゃいいキルやったけどな、あれ。あれ、僕もキルクール上がってたんですよ、もう。あ、上がってたんだ。そうで、ミーティングで待機してたんですけど、いや、申し訳ねえ、マジで。どっちいたのか。あ、門番してたってことか、あれも。そうです。で、キルクール溜まってたんで。そう、ワンチャン。バラバラで門番してた。なるほど。いや、申し訳ねえ、そっち。俺、死んでるの見たらさ、なんか、2人死んでるから超焦った。あれ、そう2人じゃなくて3人だからね。しかも最後もキルクラあと2秒だったんで。うわー惜しい。めっちゃ欲しい。なんで、ね、治らないって気づいた瞬間、みえさんすぐ右行かないんだろう。いや違う違う、ピカさんが右に行ってくれたんですよ、僕の目の前で。知ってる。だからごめんなさい、それに関してはヌーン取られて麺屋さんキルされたパターンがめんどっちいなって思ったから一回戻ったんです。あ、そういうことか。いや、キルクル的に多分ピカさんが右速攻直せば治るかなって思ったから、僕はそうだからそれはそっちの方が良かったなって後から言われて思いました。すいませんでした。いやいや、ヌーンを多分でもアルマさんに取られちゃうとワンチャン2キルもあったから、そう、それが怖かったから、どちらかというと時間かけて私がいい位置で殺されてスナパイさんが向かってくれてリポートが多分一番安全かなって思っちゃったんですよね。だからね、メイヤ君の言ってることももっともだし、ピカ君の懸念ももっともだから、どっちが正しいっていうか、なんか今本当に期待やから、それは分かんない。俺が一回ドア開けミスってたら終わってるゲーム。終わってたね。うわ。2秒ってことはそうか。そう。スナパイ大義だ。危な。素晴らしい。危なかった。悔しい。いや、めっちゃいい門番だったしな、あれ。